ラッセル・ブラニアン、ラッセル・オレス・ブラニアン、ラッセル・オルズ・ブラニエン、1975年12月19日体は、アメリカ合衆国ジョージア州、ワーナー・ロビンズ出身の元プロ野球選手、内野手。名字の日本語表記は、ブランヤン、ブラニアン、ブラニアンなどとされることもある。MLB ドラフト7巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名を受け、6月9日に契約した。 9月26日のミネソタツインズ戦に8番サードで先発出場しメジャーデビューを果たした。1998年はこの1試合の出場に終わった。は11試合に出場し打率211、38打数8安打、1本塁打、6打点という成績を記録した。メジャー初本塁打とメジャー初打点を記録するなど、 少なからず収穫のあったシーズンとなった。一方で、守備面では、11試合中8試合で、サードの守備について、守備率、961失策という数字を残した。は、完全にメジャーに定着し、67試合の出場で16、本塁打、長打率、544という成績を記録した。打席に本の割合で、 本塁打を放った。しかし一方で、ミート力の悪さも目に見える形で現れ始め、打率は238だった。2000年以降もメジャーに定着し、コンスタントに試合に出場する。に、新シシナ・ティレッツに移籍した。2、ミルウォーキーブルワーズに移籍し、少ない出場機会ながら、毎年10本前後のホームランを放った。は、開幕前に、ブルワーズから放出され、 タンパベイデビルレーズとマイナーリーグ契約を結んだ。春季キャンプ中にマイナーへ降格するが直後に怪我人が出たためメジャーに昇格した。本来三塁手であったがこの年は主に右翼手としてプレーした。8月24日にエヴァン・ミーク、デイル・セイヤーとの交換トレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。7月28日にパドレスから解雇された。 8月6日にフルスのクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結ぶが 3A で1試合に出場したのみで8月9日にフィラデルフィア・フィリーズへトレイされた8月14日にはメジャーに復帰しその試合で決勝2点本塁打を放った8月28日に戦力外となり8月31日にはセントルイス・カージナルスへトレードされたシーズン後には フリーエージェントとなった。2月20日は、フルスのブルワーズとマイナー契約を結び、5月25日にメジャー復帰を果たした。昇格してからの20試合で10本塁出し、大きくチームに貢献したが、その後は急激に失速した。8月にはマイナーをちしてしまい、シーズン終盤に昇格したものの、規定により、ポストシーズンのロースターには入れなかった。 12月3日、シアトル・マリナーズと1年契約を結んだ。は7月まで打率3割台を保ったが、後半は打率1割台と低迷し、ヘルニアにより8月29日以降は不出場となった。しかし、自己最多の31本類が76打点を記録した。ブラニアンは、この年で毎試合スタメンで出られるようになったのが、本当に嬉しい。 と語っている。フルスのインディアンスと一年契約を結んだが、6月26日にマイナー選手二人とのトレードでマリナーズに復帰した。一席後は打率215と低迷したものの、57試合の出場で15本塁打を放ち、8月21日のニューヨークヤンキース戦では、新ヤンキーススタジアムの右翼アッパーデッキにホームランを打ち込んだ。 最初の選手とな。2月にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。スプリングトレーニングに招待選手として参加し、22試合の出場で打率。429、5本塁打。アップス1.260の成績を残し、開幕メジャー入りを果たす。しかし開幕後は31試合の出場で打率。210、1本塁打。 アップス629と低迷し、5月21日に解雇され、5月26日にロサンゼルスエンゼルスと契約を結んだ。2月にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだが、8月10日に放出された。は、無所属のままシーズンを終えた。からメキシカンリーグのティファノブルズでプレーした。8月29日に、フルスのクリーブランドインディアンスとマイナー契約を。 結んだ。2015年以降のプレイ記録はない。2015年11月、元妻の住居に就寝中を見計らって忍び込み、物品を盗み出した上に、室内空調の温度設定を下げる嫌がらせを行ったとして逮捕されていたことが報じられた。ブラニアンの通算本類がは194本で、これはメジャーリーグ歴代で351位に過ぎない。 しかしブラニアンは15.12打数に1本の割合で本塁打を放っている。これは歴代15位の数字であり、マイク・シュミット15.24打数に1本や、ケングリフィー・ジュニア15.56打数に1本などの殿堂入りした強打者を上回る。また頻繁に三振する打者でもあった。ブラニアンの三振率、三振数を打席数で割ったものは通算。 329であるが、これは、通算3000打席以上の選手で見ると、2位の、クリス・デイビス。313、3位のロブ・ディアー。312、4位のマーク・レイノルズ。310らを上回り歴代1位の数字である。通算2000打席以上に基準を下げても、クリス・カーター。331に次いでブラニアンは、歴代2位に当たる。デイビス、レイノルズ。 カーターの3名はいずれもシーズン200三振以上を、喫して、リーの最多三振打者となったことがあり、またリアーは、アメリカンリーグのシーズン三振記録を20年以上に、渡り保持していた。これらの選手と比較するとブラニアンはシーズンごとの、三振数では立たないものの、には、史上屈指のペースで三振を重ねていたことがわかる。印の数字は、終了時点。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。